はい、ありがとうございます。先ほどまでは安倍さんが出身国であるエチオピアのことについてお話しいただいたんですけど、この動画では今安倍さんが何をされているのかっていうところをお伺いしたいなと思ってまして、先ほどお話しいただいた通りで安倍さんは NPO 法人の理事をされてらっしゃるんですかね。はい、ちょっと改めて NPO 法人の名前をお聞きしてもいいですか。 NPO 法人アデイ・アベバエチオピア協会思います。なるほど。実際設立したのはいつなんですか。そうですね、設立したは2009年9月頃、総会集まって56人ぐらい集まって、そういう決めてから東京都申請して2010年5月25日から認定されました、うん、じゃあ実際まず最初は NPO 法人とかっていうわけではなくて普通の団体で動いてたみたいな感じなんですか。その前はエチオピア人たちのコミュニティという任意団体というありました。あ、そういうのがあったんですね。はい、その任意団体、私も最後のところ2年間そこに選出されて仕事やってたんですけど、その任意団体は毎年集まってエチオピアの新年会、料理作って食べたり飲んだり踊ったりする、そういうだけだった。事務所もない、他のあんまり授業なかったので、それから2015年ぐらいエチオピア総選挙ありまして、その総選挙の後野党が勝ったけど、与党は圧力かけて野党たちみんな全て刑務所を入れてという奪ったんですよ、その選挙。なるほど、ね、その時反対して抗議デモを出た人たち200人ぐらい殺して、それからその野党のサポーターたち、若者たちのいろんな迫害を受けたので、たくさんエチオピア人たち海外に逃げていったんです、はいはい、その時に日本も増えてきた、難民申請している方々が増えてきて、いろいろ問題、例えば言葉の壁で申請したいですけど、どうやって申請するわからない、どこ申請するわからない、申請しても何も法的なサポートない、生活も困ったり、それいろいろな問題重ねてきて、それでどうしましょうという、そういう話し合って、その話でちゃんとした NPO 法人設立すれば対応できないかという話でって、それから前の任意団体はもちろん団体ですけど、事務所もないし責任感も低いので、 NPO 法人設立すると責任感もあるし信頼性もあるし、ちゃんとした事業もなるので、なるほど、そういう方がいいということを決めて、先ほど言った通り2009年9月という、ね、なるほど。じゃあもともとは任意団体みたいな形でやってたと。そうです。ただ難民申請してきたりだとか、日本にいらっしゃるエチオピアの方が困ってる現状があって、でも任意団体で解消できない部分もあったから、 NPO 法人化してちゃんと関係性を構築していこうという形で設立されたってことなんですね。はい、具体的にじゃあ何やってるんですか。具体的にやることは、一つはもちろん在日エチオピア人支援する事業ということ。日本にいるエチオピアの方のサポート、サポートという一つ柱なんです。そこの中2つ事業ありまして、在日エチオピア人ネットワークと在日エチオピア人支援事業というありまして、いろんなところを住んでいるエチオピアの方々がネットワークして、新しい何かあったら情報を提供する、例えば地震とかいろんな災害とかあるときすぐ連絡して、誰か仕事を必要の場合いろんな人たち情報を提供してサポートする、そういうネットワークシステム、一つ事業。二つ目はもちろん在日エチオピア人支援というので、その支援日本語学校支援あります、あとは生活支援もあります、法的支援、就労支援もあります、仕事を紹介したり病気したらそういう病院に同行して通訳翻訳支援もあります。二つ目柱はエチオピア本国国として貧困層支援という、何か困っている人たちできる限り助けましょうということで、いろいろ支援を送っています。まあ他の団体もコラボして車椅子も送ってますし、コロナの時いろいろこと買って送ってますし、それから国内で内戦がありまして、その時も国内避難民になった人たち食料品買うようにお金集まって、そういう、まあ今年180万以上送りました。そういういろいろエチオピアに対して活動を行っております。あとは3番目はエチオピアと日本は昔からつながっている国なんですけど、政府と政府はつながっています。それをいいんですけど、国民と国民つながるともっと持続的になりますということで、日本とエチオピアの支援、特に今日本住んでいるエチオピア人たち、日本の社会こそ分からないから全然つながっていないだったので、日本の文化でやって並ぶの、そういうために文化交流会というのを作って、その文化交流会たくさんエチオピア人たちつながっています。日本からエチオピア来た人たちもそういうつながるように道を作ります、そういうことなんです。なるほど。じゃあ、
まず日本に住んでるエチオピアの人たちをサポートすることと、はい、今エチオピアにいらっしゃる方で困ってる方を日本から支援するっていうことと、はい、日本とエチオピアをつなぐ、まあ、つなぐといっても文化を交流するだったりだとか生活を交流するだとかそういったものをやってるみたいな感じなんですね。はい、そうです。なるほど。ちなみに今そのコミュニティは何人ぐらいエチオピアの方いらっしゃるんですか？島内は150ぐらい。そんないるんだ。でも、まあ、相談してる人は島内だけじゃなくて他の県からもいろいろ相談来てます。なるほどね。どうやってアベベさんの団体は回してるんですか？お金は自立していったんですけど今まで特にあまり寄付はない。エチオピア送る、うん、何か送りたい場合だけ、まあ、寄付は集まって、はい、それ以外事務所を回すためには寄付受けてね、あんまりほとんどその交流会やるときボランティアで作るのでその食べ物、はいはいはい、飲み物も寄付している団体もありますし、うん、そうやってそこにレッタシェーキその事業を回す、あ、そういうだった。そういう感じなんだ。今問題はコロナの後それも事業止まってるので、うん、去年のあのおかげさまで政府から持続化寄付金もらったんですけど、うん、今までもまだ何も やってないので、先日交流会やりたいと思って区役所行って会場借りたいと思って来たら飲食はダメですとか言ったので交流会難しくなってる。なるほどね。でちなみに今後アベさんはこの NPO 法人としてどういうことをしていきたいとかありますか？我々考えているのは日本に生まれるエチオピア人、うん、日本人ハーフの子どもたち増えてきてます。できればこれからその子たちその活動参加すれば日本の心も持ってるし多分エチオピアの心も持ってると思いますので、うんうんうん、その人たちもっとその教会に入って活動するように期待してますので、そうするともっと日本とエチオピアの橋渡しになって強くつながり作るじゃないのと思っています。確かにね、うん、ちなみにエチオピアの人たちのコミュニティに入りたいなとか興味を持った方っていうのはどこに行けばいいんですかね？会員としては、うん、エチオピア人だけじゃなくて、うん、日本人でもどなた国でも、うん、国籍関わらず、うん、どなたでも会員できるので直接 NPO 人でエチオピア協会に来て申請したらできます。あ、そうなんですね。それでボランティアも日本人たちたくさんいるし、うん、役員も一人いる。女の日本人の役員もいる。会員も日本人たちいる。へー。それで私たちはエチオピアの名前アデアバイエチオピア協会になっても、うん、我々考えているのは自分たちコミュニティということじゃない、うん、コミュニティというより地域で社会一員として一緒につながっていきましょうという考えので名前かかわらず、うん、そこにやりたいことはコミュニティばっかり注目しているではない。あ、なるほどね、うん、まあ、そこはいわゆる社会の一つとして何かやっていく、ね、何かやっていく社会貢献のために何かやっていくということなんです、うんうんうん、ちなみに最後にちょっと聞いておきたいんですけど、エチオピアって先ほど2つ目の動画でエチオピア料理のお話もあったじゃないですか。日本でエチオピア料理って食べれるんですか？もちろんどこ行ったらもちろんいっぱい食べるところあります。アベベさんが一番おすすめするエチオピア料理屋さんを教えてもらいたいですけど、次、まあ、その私たちの事務所の機会だったら、うん、リトルエチオピアレストランというあります。リトルエチオピア。リトルエチオピア。へー。それをめっちゃ美味しい。有名になった。あの、まあ、なんで有名な、テレビでも何回何回出てますので。あ、そうなんですか。すごいめっちゃ美味しいそこの取材とかテレビとかって誰が来たんですか？有名な方。タモリさん。タモリさん来たの？来てます。他の人も来てます。はい、はい、すごいですね、うん、あれ取材来てお会いしたってことですか？うん、あ、もちろんその時あったよ。すごい。その時話しましたよ。どうでした感想は？面白かったよ。私は、まあ、そこにリチュピアの取材を参加したので、うん、たくさんリチュピア人たちもいまして、うん、日本語わからない人たちもいまして、ちょっと話難しいだったので、うん、私ちょっと中入って喋ったりとか言ったので、うん、もうお前の話すぎるよって言ってた喋りすぎって言われちゃったの？喋りすぎるよなるほど。ちょっと今度行ってみます。エチオピア料理ぜひぜひ。ありがとうございます、はい。まあ、今日はですね、アベベさんのなぜ日本に来たのかっていうところから今日本で何してるのかっていうところまで一通りお聞きしました。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネルあとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。